こんばんはこんばんは。少しだけ配信します。美容室行ってきました。イエーイ。ちょっとだけ夜遅いけど、こんばんは。いつ話すかと思った。ねえ、おふかしさん、まあ、東京ですか。東京です。明日はティフですからね。明日6時起きなんですよ。朝の早いな。明日は加工ない方がいいです。あ、わかりました。消します。あ、これ加工どうやって消すんですか。これかな。なんだこれ、違うじゃん。ティフ暑いですよね。もう倒れそうです。死んじゃいそう。これどうやって消せばいいんですか。あった、これだ。で、どうやって戻せばいいんだろう。あ、来た。こんばんは。質問が出てきちゃった。なんかさ、加工からさ外したらさ、なんかあれだね、変な感じになっちゃうわ。よし、全然加工ない方が可愛い。ありがとうございます。でもみりね、加工する方が好きなんですよね。なんかちょっと開いてんの。何しょい。コンビニでミクリの雑誌見た。ミクも今日コンビニで何だったっけ、何冊か見たわ。最近書店でミク専用のなんかね雑誌が置いてある。髪巻いとったんやけどさ、なんかストレート元がストレートだから取れかけてきたんだけど、なんか昨日と今日涼しい、嬉しい。ねえ、可愛いヘアクトつけたい。つけていい。なんか限られたんだけど。え、可愛いヘアクトがなくなっちゃった。どこ行った。え、わあもうないじゃん。何時までやりますか。だってフォローしてくれて誰だ、 AT さん、ありがとうございます。嬉しい。最近フォロワー爆上がり、やったー。服可愛すぎ、ありがとうございます。ノースリーブ、お洋服。何時に終わろう。ごめんなさい。あ、もう12時、日が経っちゃう。できた。可愛いし面白いの。だってよく切り抜かれてます。その収益どこに行ってるんやろ。ミオーリさん、ありがとうございます。もう可愛すぎて、だってまた、お、なんかフォローしてくれてるみんな、ありがとうございます。やった。なんでフォローしてなかったと、今まで。うん、アイダイ、台湾のファンです。ミクリン、アイダイ、ミクはアイダイ。台湾ってさ、ボワイニーン、ウォッシュー、HKT48。 ちょっとマイクさん、かわいいベクト、これ切っちゃったらなくなっちゃうんだけど、何だ、どうすればいいんですか。ないじゃん、猫しかない。ミクもなんかエフェクトない方が好きだな。こっちの方がなんか自然でいい。
さっきのエフェクト可愛かったな。誰かがさエフェクト消してって言うから素直に消しちゃった。変なエフェクトしかないんだけど、なんだこれ。変って言うとちょっと失礼だね。なんでかけられたんだけど、しかもこの中、お、なんかミクって書いてある。え、これなんて読むんですか。ミクちゃんぼよ、これなんて読むんですか。ミク、ミク、ミク、これなんて読むんですか。ミクちゃん、ミク、ミク、ミクちゃんだよ、だって。え、す、え、これミクのじゃないですよ。なんでわかるんですか。え、これたまたまじゃん。そういうこと、そのエフェクトなのかな。ミクちゃんだよ、だって。え、すごーい、立てれへんのやけど。なんで、なんでわかるんですか、ミクの名前。え、すごい、ミクちゃんだよ、すごい。そんなんあったんやね、すごい。ミクファンの人とコラボ配信したいっちゃんね。でもダメっちゃんね、コラボ配信したら。悲しい。コラボ配信したい、したいんだけど、悲しい。なんかね、なんかね、ワンピースの映画見る予定ありますか。見ます、絶対絶対見ます。ワンピース大好き。推しメンは5人くらいおるんですけど、ね、バルトロメオと、ベッジだ。バルトロメオとベッジと、カタクリと、誰だったっけ。サンジしか勝たん。サンジもいいよね。プリンちゃんも可愛いけど。あと誰だったっけな。ハンコックかな。あと白ひげ、5人が好きです。前はハンコックとエースだったんですけど、変わりました。あれだけの夢は。ベッチってカパネギャングベッチ、そうだよ。え、そう、セーマまで私見たんですけど、え、普通にミーは好きかな。ベッチ方言強めで好き。嘘、方言出とるっていう時点で出とるね。東京来たらさ、なんかめっちゃ方言出とうなーって思って恥ずかしかった。電話してる時とか、え、何しようとみたいな、え、なんとかやけんさ、なんとかとみたいな感じでってさ、一人だけなんか福岡の人って丸わかりやったな。その服暑くない？秋もいけちゃうよね。確かにここの生地は暑い。おかか、今日りゅうちゃん福岡来とるよ、だって。あ、そうなん、見とかあった。みゆびめっちゃ好き。直したいです。私は私って言いたい。雰囲気いつもと違うって。髪切りましたので、ここ前下がりをなくして、前と巻いてくれてるのと、前髪もパッチンに切ってもらって、桃田さんという方に、アイスの美容室行ってないんですけど、ナイナノさんとかが行ってるとこ、みんな行ってるとこ行ったんですけど、自分も福岡やけん方言出るの分かる、だって一生。似合ってて可愛い、ありがとう。明日ポニテ、え、髪切ったけんポニテできるんかいな。あ、できるわ。いけるけど、ストレートかな。今日のメイクのポイントはこれ。
あ、あと松江行したんですよ。わあ、ごめんなさい。なんかね、これ結構ガンガンになっちゃった、まつげ。わりかし。じゃあ私さ、あんまそんな長いする予定なかった。明日の確認しなきゃいけないわ。松江クスタめっちゃメイク楽で、めっちゃメイク楽。正直全然目のメイクせんでいいけん楽。マスカラとか塗ってないもん。これ全部松江クなんですけど、なんかね、横から見たら可愛い、めっちゃ。ということで、そろそろ終わろうかな。めっちゃコメント読もう。なんか、みくちゃんめっちゃあんこ愛しいだよ。みーも愛しいだよ。ネイル見せて、ネイル。めっちゃ可愛くない？もう本当に冬っぽいし、夏でもいけるけど。まあ、今度はミラーネイルしたいです。可愛いだって、あー！みよしちゃんだー！みくのね、大好きな方。めっちゃ可愛いの。推しメンなんだ。みよしちゃーん、で、みよしちゃーん、みよしちゃんの固定をミクはもっと見たいから、まだ配信しよう。会いたい、早くご飯行きたい。固定されてる。うん、好きな人、好きな方、固定さん大好き。よしちゃんドラッコイ見てた。よしちゃんだ、見れない。ゆくちょっと、ゆくにはちょっと刺激が強すぎ、可愛すぎてキュンキュンしちゃう。うん、水まんじゅう。向かった時ナコに言われたやつ、やめて。今何、9分か、15分くらいまでしとこうかな。10分、あと1分で終わっちゃうじゃん、10分だったらさ。15分前に終わりますね。延長します。延長料金ください。延長します。初めてにしての最後の声、みくりに捧げます。それはめちゃくちゃいい。すみません、みくりの肌綺麗だよな。うん、何の音？え、誰かいる？え、みくこ初めて泊まるんですけど。え、なんか勝手に音鳴ってるんですけど、そういう時あります？え、なんか私何もしてないですよね。勝手にお風呂鳴ってるんですけど、そういうことありますよね。初めてなんだけど。知ってるよ、私あなたがいること。友達にはなれないわ。収まった。良すぎて怖い。まあ、こんなも声出したら怒られる、苦情来るけど、怖い。知らないけど、
うん、ミクのお風呂場から流れてた。ごめんね、驚かせて、だって。え、怖い。でも友達になれそう。あ、でもそんなこと言ったらまた来ちゃう。うん、静かになったね。なんかグラビアとても可愛いです。お、ありがとうございます。ミルキーさんと会えた？ミルキーさんと会えてないね。今日会いたかったけど、会えなかった。また会う。歌を聞いた。会いたい人いっぱい多すぎて、もう。もうびっくりした。本当にやめて。後ろに虫がいるとか書いた人誰？ミコ、もう本当に怖かったんだけど。本当に最低。虫じゃないんだけど。本当にやめて。そういうこと言ったらさ、本当に怒るからね。もういい。ほら怒ってんじゃん、ミクの友達も。もう本当にやめてくれない？寝れないんだけど。もう本当に最低。びっくりした。だってあんなんさ、喋り方ギャル。そうだよ。じゃあ終わるね。え、これ何、これ何なんだ、あれ。あれはね、多分棒。じゃあ今日はこんなところで。あ、夏休みの宿題は最後にやる派で、最初にやる派で、最初にね、やって終わらないと遊びに行っちゃダメってよく言われてました。ということで、みんないい夢を見るんだよ、夜更かしさんたち。明日はティフよろしくお願いします。やばい、遅刻しそう。早起き頑張ります。バイバーイ。待って、みよしちゃんいるんだけど。かわいい、みよしちゃん。かわいい。よし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 。ここだけスクショしたい。ここで、あ、やばいやばい。じゃあね、みんな、バイバイ。おやすみな。見てくれてありがとう。バイバイ。バイバイ。こっちがいいな。こっちの方が明るい。バイバイ。